はい。はい、こちらがですね、4K の 60fps で撮影してます。どうかな？はい。結構、iPhone SE の方も悪くはないですね。4K にもなると、ピントが、オートフォーカス合わないな。で、4K にするとですね、4K にすると、iPhone 11の方のレンズ切り替えが撮影中に行えないということで、撮影しながらこの広角と超広角を切り替えるには、1080p じゃないと無理みたいですね。iPhone SE の方は廉価モデルと言われていますが、こうやって見ると結構いい方、ですよね。廉価モデルにしては、結構いいですよね、これ。iPhone SE の方も悪くないね。カクついてる？ iPhone SE の方ちょっとカクついてないですか、これ。ちょっと、iPhone SE の方ちょっとフレームレート落ちてますよね、これ。これモニターで見てる分にはちょっとカクついてるんですよね。カクカクカクってなってる。フレームレートが落ちてますね、これ。これ多分発熱、チップの発熱で、処理落ちしてんだな、これ。iPhone 11の方は処理落ちはないですが、iPhone SE の方は処理落ち気味かなって感じですね。おそらくこれ発熱ですよね。チップの発熱。まあ、同じチップを積んでるとはいえ、設計が違うので、まあ、スペース、小さなスペースに無理やり詰め込んであるのが iPhone SE の方で、iPhone 11の方はちゃんとその A13 チップに適応する、設計になってるんで、まあその違いでしょうね。まあ、発熱に関してはかなり指摘されている部分でありますが、まあクロックダウン、意図的にやってるっていう話だけど、クロックダウンをしても、まあ動画撮影を行うとやっぱり発熱はするみたいな。まあこれ、オートホワイトバランスのこの、オートホワイトバランスはどうにもならんね、これ。はい。こんな感じです。まあそこまで大きな差はないけど、レンズ、カメラレンズの広角と超広角。まあカメラレンズの画角の差とか、色味のちょっと違いとかかな。あとは発熱問題はちょっと気になるところですね。まあ標準カメラアプリはオートホワイトバランスがダメなぐらいで、特に他はまあ、ボリューム表示はないけど、結構手ブレ補正とかも標準カメラアプリだと結構ちゃんとしてるからね。はい。手ブレ補正結構ちゃんとしてるんですよね。だから内蔵マイクで撮影するのは、内蔵マイク、 iPhone の内蔵マイクで撮影するなら、まあ、標準カメラアプリが一番安定してるような気がしますね。無理やりサードパーティー製のカメラアプリ使わなくても、こっちの方がいろいろと使いやすいですね。撮影しながら、iPhone 11の場合は撮影しながらこのカメラレンズの切り替えもできるし、まあ 4K だと無理なんですけど、まあ太陽光が当たると、あれですね、さすがに綺麗に撮れるかな。